スコフィールドはアメリカ海軍のミサイルフリゲート、ブルーク級ミサイルフリゲートの3番艦。艦名はフランク・ハーマン・スコフィールド海軍大将にちなむ。スコフィールドは1963年4月15日にワシントン州シアトルのロッキードシップビルディング社で寄港する。1963年12月7日に F. ペリー・スコフィールド夫人によって命名、進水し、1968年5月11日に艦長 R.H. グラフハム中佐の指揮下就役した。成長後スコフィールドは母校のロングビーチ沖で独自の訓練及び第23駆逐戦隊との演習を行った。1969年に入ると第1艦隊との演習に参加し、3月の終わりに太平洋を横断、初の西太平洋配備に赴いた。4月24日にスコフィールドは第7艦隊と合流した。5月7日、トンキン湾でボノムリシャールとの作戦活動を開始する。1週間後にスービック湾入りし、維持作業の後、シアトーとの共同演習、シースピリット作戦に第7艦隊の両艦と共に参加する。演習はフランク・E・エヴァンズとメルボルンの衝突事故により6月3日に終了した。6月17日、スコフィールドはトンキン湾に移動し7月まで止まった。7月6日に日本に向けて出港し、アメリカ海軍と海上自衛隊の共同演習に参加。その後月末に再び南シナ海に向けて出港した。スコフィールドは27日にトンキン湾へ戻り、続く2週間にわたって、キアサージと共に活動、香港を訪問した。8月22日にスービック湾に戻り、9月初めに北に移動、台湾海峡のパトロールに従事する。9月8日の夜、70海里離れた海域で、氷点下に燃料供給不良のため航行不能となったワーブラーの救助に向かった。スコフィールドが到着時、ワーブラーは停止していた。しかしながら、夜が明けるとスコフィールドはワーブラーを牽引して、高尾に向かい、その後巡回任務に復帰した。3日後、スコフィールドは引き続き、日本へ向かい、演習に参加後香港に向かい2週間止まった。スコフィールドはステーション艦としての任務を終え、10月23日に日本に戻り、11月6日に帰国の途に着いた。母港には21日に到着。その年の残りは同地に泊まった。1970年1月にスコフィールドはカリフォルニア沿岸での対潜水艦戦演習を再開した。9日の早朝に部隊と空母ホーネットは訓練を中断し、200海里遠方で浸水した民間タンカーのコネチカットの救助に当たった。現場に向かう途中、スコフィールドはホーネットのヘリコプターに給油を行い、救助部隊と機材をタンカーに送った。2名のスコフィールド乗員、NCSPL キットと BT1AE パーソネッテがタンカーに送り込まれた。タンカーの船長はその救助活動を称賛した。スコフィールドは午後遅くに現場に到着し、状況はコントロールされた状態であった。その夜、演習は再開された。月の半ばにスコフィールドはロングビーチへ帰還し、その後海軍造船所に入居、作業は3月まで行われた。部隊の演習、訓練艦任務、ミサイル発射訓練及び予備役兵の訓練任務が続いた。7月に再びドック入りし、主艦のオーバーホールが行われた。作業は10月に完了し、艦隊任務を再開した。1971年1月7日、スコフィールドは西へ向けて出港した。2月まで、ハワイ海域で演習を行い、その後再海岸に戻り、アメリカ海軍とカナダ海軍の共同演習、アドミクチュアー作戦に参加した。演習で、スコフィールドは実験水中抑潜ハイポイントが、ヘリコプターの空中給油、航空機警戒及び護衛能力を検証するための母艦任務に当たった。演習は3月4日に完了し、その後スコフィールドはロングビーチに帰還。11日には太平洋西部に向けてカリフォルニア沿岸を出港した。第3対潜水艦戦闘グループと共に第7艦隊と26日に合流し、4月3日、4日にはベトナム海域で活動、7日にスービック湾に到着した。5日後、部隊はシンガポールに向けて出航、インド洋での対潜水艦船訓練に向かった。月末にスコフィールドは香港に向けて出航、11日には日本に向かった。横須賀での修理の後、スコフィールドはアメリカ海軍による日本海での初の大規模演習に参加した。6月17日に母港に向けて出航する。北方に移動し、アッツ島とカムチャッカ半島の間での対潜水艦船演習に参加する。7月5日にロングビーチに到着。8月には初の広範囲オーバーホールを行う。9月1日、母港をサンディエゴに変更し、8日にはロングビーチ海軍造船所に入居。作業は1972年まで続けられた。オーバーホールは1972年6月6日に完了し、スコフィールドは新たな母港のサンディエゴに向けて出港した。続く3ヶ月間、回復訓練及び様々な演習に従事し、その中には成功裏に終わった太平洋ミサイル訓練海域でのターターミサイル発射訓練も含まれた。9月9日、スコフィールドはサンディエゴを出港し3度目の第7艦隊配備に向かった。真珠湾、ミッドウェー島、グアム及びスービック湾での停泊の後、10月8日に、トンキン湾で第 77.01 任務部隊に合流する。20日後に、最初の砲撃任務が与えられ、夜通し砲撃を行った。10月30日に維持作業のため高尾に向かう。トンキン湾のステーションには11月9日に復帰し、12月8日まで任務に当たる。その後香港と佐世保を訪問し、1973年の元日に砲撃ラインに戻った。スコフィールドは1月半ばまでピケット艦任務に従事し、その後火力支援任務に当たる。26日まで連日砲撃を行い、その後スービック湾に向かった。2月13日にヤンキーステーションに戻るが、停戦の成立により西太平洋での配備は1ヶ月短縮された。2月15日、横須賀に向けて出港、続いて帰路につき3月9日にサンディエゴに到着した。4月から9月までの信頼性確認期間の間に、スコフィールドは SH-2C スプライトヘリコプター運用のための機材が装備された。10月に海上公務を行い、11月初めに砲撃訓練を行う。23日に西太平洋に向けて出港する。スコフィールドは真珠湾とミッドウェー島での演習に参加し、12月18日にスービック湾に到着した。4日後にシンガポールに向けて出港し、続いてインド洋に向かい監視オペレーションに従事した。任務を完了してサンディエゴに帰還したのは1974年6月6日であった。スコフィールドは1988年9月8日に退役し、1992年1月25日に除籍された。その後1999年11月2日に標的艦として海没処分された。スコフィールドはベトナム戦争の戦功で4個の従軍星章を受章した。ありがとうございます。